めちゃくちゃだよ。こんにちは、あるいはこんばんは、イワンドー院長です。最近さ、まあ、僕ね、メインではないんですけど、全部の SNS に飛ばせる用のは、まあ、特に動画とかだとインスタグラムに貼るんですよ。そうすると、まあ、Twitter と Facebook と、アメブロに飛ぶんだけど、なんかね、こうアメブロってさ、いいねとかもう、まあ、もちろんインスタとかにはあるけど、アメブロにね、いいねつけてくるやつね、ほんとね、集客コンサルばっか、マジキモい。このさ、なんなの、だいたいさ、イタくんがこうやってさ、筋トレやったまま放置してるのにさ、いいねつけて何の意味があんのって感じだよ。ほんと見て笑っちゃいましただったらまだしも、だこっちからコンタクト取ってくるの待ってんですよ。なんなのそのこっすい営業、ほんと嫌になっちゃうよ。もうマジね、キモいっす。すっごいキモい。俺のアメブロにペタつけてきたり、いいねつけてペタもねえのかな、いいねつけてくる人とかで、ちゃんとした人とか普通に見てくれてる人ももちろんいるけど、そっちの系のはね、こんな顔になっちゃうぐらいね、マジキモい。もうさ、でね、まあ、うちのね、まあ、動画見ると、まあ、もちろん前後に広告ついてると思うんだけど、最近さ、うち整体院だから、なんかこうすごい割合で出てくるのが、治療院経営のあなたへみたいな。さて問題です、あなたの、娘さんが連れてきた相手の男性が、柔道整復師だったら、あるいは鍼灸師だったら、結婚させない、わけわかんねえよみたいな、あのコンサルのやつ。なんか自分で店出したら最初3万ぐらいしか売り上がんなかった月みたいな、もともとそんな技術のやつがさ、じゃあコンサルやって、まあ、月最低100万の売り上げ作るみたいな、3万の技術がじゃあね、そのなわけだよ、もともとそのさ、営業方法のさコンサルで、それでこう、まあその広告内にこう出るんだよね。でその100万達成する方法はつってこう書いて、俺の大嫌いなホワイトボディカカカカって LINE アット ×SNS、 逆に言うけど、そんなの習わなきゃ分かんねえのって話だよ。 LINE アットと SNS、 これ普通のことでしょ。金払ってそのコンサルで習うこと、こんなのもうびっくりするね、びっくりする。世の中の経営者何やってんだろうと、整体院の経営者は。そんなのさ、こうね、セミナーみたいに行って習う価値あんの？
お金払って。だいたいまあ、なんなんそいつ、ほんと毎度毎度出てくんだよ。まあ、選べないからさ、こっちで広告はさ、しょうがないんだけどさ。なんかさ、こうそれ見てさ、うちがさ、治療院みたいじゃん。全然治療院じゃないんだけど、美容整体院なんだけど。もうマジでびっくりした、ほんと。しょっちゅう出てくるわけで、自分の動画ね、自分でログインして、こうチェックしたり、あとこうコメント入ったら返すんで、そのなんていうの、こうあるんですよ、手紙マークみたいなとこペッて押すとそれ出てきて、でそこピッとタッチして、そうするとその動画に飛ぶんだけど、そうするとまた治療院経営のあなたみたいな、経営してねえボケがみたいな、なんかね、こうじゃあ LINE アット使います、 SNS 使いますね、じゃあそれで集客できますと、もうね、もうクソ、これクソクソの意見、これもっとね、なんだろうな、こう知ってもらうってもちろん大事なんだけど、で LINE アットももちろんうちだって使ってますよ。で LINE アット限定でなんか最新の割引情報流したりとかもちろんするし、まあ、今はあの基本 YouTube がメインの主体ですね。何でも情報発信するのはこれが結構メインです。で補足的にアメブロ使ったり、まあ、そういう情報が出ましたよっていうのは Twitter で基本出すけど、あと LINE アットもそういう感じでこういうのそのまま貼ってこういう感じで出ましたよみたいな。メインは YouTube ですね今。でさあ、ほんとコンサルって何なんだろう。なんかもううんこにだからハエだとしか俺思ってないんだけど、自分でこう何でも営業とか、まあ売り上げを上げていくっていうことに対して自分で勉強したり自分で研究できない人っつうのはさ、もともと才能がないんだよ。商売やる、もうさ、なんかそんなんでまたコンサルに金吸われて、売り上がってないとこ持ってコンサルで金吸われたらするじゃんね。でそれでじゃあ一時的に売り上げが、じゃあそれこそじゃあその CM で言ってるように100万乗りました、やったやったね、これ何年維持できんの。そのじゃあ LINE アットと SNS の併用で100万月いきますよ、何年維持できんの。その SNS って何なの。じゃあアメブロなの、今更アメブロなの、逆に言うとね、 Twitter なの、どうなの。 SNS っていうのはちょっとくくり大きいけど、で動画投稿も入ってんの、どうなのって話ですよ。時代がじゃあ変わってきますよとね、こういう動画投稿もそうだけど、僕が店始めた時にはそんなもんがまずなかったからね、本当に口コミで作っていく、誰か紹介してねみたいな、よかったら紹介してねみたいな、ツイッターでつぶやくも何もツイッターをやってる人が少なかったから。そんな時代でじゃあツイッター出てきましたね、ミクシー、そしてアメブロ出てきました。でもうミクシーなんか全然ダメじゃん、だからアメブロ出てきました。で芸能人がたくさんアメブロでブログやるようになりました。ブロガーって出てきました。アメブロでいくら書いても一般人ってお金にならないので、そのなんかアフィリエイトできるこうブログのに変えましたとかさ、いろいろこうあるけど、こうどんどんさ、こうなんつうのプラットフォームつうのこう変化していくわけじゃん。じゃあその人にそんなことならなきゃ発見できないような人はその後どうすんの。新しいものが出てきたらどうすんの。 YouTube 古くなっちゃった、誰も YouTube 見てません、 YouTube を見る人口が減りました、もっといいねのができました、そっちにみんなね、こういう、じゃあ僕もなんかもうみんな移行してます。そうなった時にこう拡散するのは YouTube でした、もうそれが当たり前になりました、それで次のものができました、次の発信方法ができました、なった時にどうすんの。その人全部そっちに持ってかれちゃうじゃん。だから自分で考えないと、全部コンサルに座れたら終わりだよ。一時的にちょっと上がってワイワイで終わり終わり、バカバカしい、バカバカしい、本当に。自分のことを必要としてくれる患者さんを探す方法を自分で分かってないやつはもうダメですよ、ダメ。まあだいたいいくら払ってるか、そうやって広告になって YouTube 出んのか知らないけど、まあほんと気色の悪いやつがまあなんか言ってるよと思って、もうそうやってね、そうやってさ、こうじゃあ100売上が月100万以下の人たちが集まってるわけじゃんね。そっからまた金吸ってさ、何お前マジで何
コンサルが人救いたいなんて気持ちほぼないからね。そっから横取りするだけだもん、リスク何も負わなくて。今頃そんな LINE アットに SNS とか、そんなもうさ当たり前だよ。店出したら電話引きなさいと同じぐらい当たり前。それでこう YouTube で広告打てるぐらいの収益を得てるっていうのは、そいつは一体コンサルでいくら儲けてんだこのクソがって思っちゃうんだよ俺は。どうよ、そうじゃない。だからさ、僕のさ、なんでかわかんないんだけど、 Twitter フォローしてくれる、ありがとうございます、いやフォローしてくれる整体院の経営者とかいるわけ。僕なんでかわかんないわけよ。もう全員潰すつもりだから。変な話、あのどこも被ってなきゃそんなこともちろんあれだけど、なんか喧嘩打って歩くとかもないけど、どこにも負けないし負けたくない、常にこれが頭にあるわけで、だからこそ新しいこと常々常々こう考えていって、それをこう提供するわけなんだけど、だからさ、こうなんか僕はフォローしたら負けだと思っちゃうから、まあフォロー外してくださいとも思わないけど、別に。なんでフォローするのかな。まあちょっと変わってはいるとは思いますからね。こんな感じでさ、ママさんもう16年、まるっともうすぐ丸16年やるわけよ。もうちょっと髪茶色かったけど、この金ではなかったけど、でもロン毛だったからね、ロン毛にここもひげ生やして、もう今考えるとちょっと軽くきしょいけど、でもそんなもう容姿は全然整体師っぽくないままずっとこうやってやってきてる、でこうやってやれてきてる、で伸びてきてる、ね、いろんな、まあ、こんな上下ありますけど伸びてきてる。何があると思う。俺コンサルなんか一回見たことないよ、バカバカしくて。もうね、何が誰にどう受け入れられるのか自分で発見できるっていうのは、それはその向こうにある患者さんのニーズにもう目がいってる証拠なんだよね。そうだから YouTube で動画投稿するのも4年ぐらい準備してたもん。準備してたもんというのは、まあ、ここあれですけど、まあ、かっこして言うとただまあ YouTube が趣味で見てたってだけですけど、ずっと見て何が炎上して何が炎上しないのか、いろんなことをこう研究してたわけ。こういう動画がいい、ああいう動画がいいね。でもうボキボキ動画伸びるのなんかもう最初から分かってたし、どっちかっていうと整体の動画よりも面白い系の動画、勉強できる系の動画をいろいろこう見てたんだけど、それで準備して、で8プラスに切り替えてやっと始められたんだけど、まあ、1年ぐらい前ですか。もう1年もやってるわ動画投稿。いやそれでね、だ本当にさ、時代がこうやって変わっちゃったんだから、それをさ自分で認識できない人はさ、もう最初からお客さんのニーズに目がいってないってことだから、もう経営をやめた方がいいんだよ。誰かの傘下に入った方がいいんだよ、そういう人は。そういうグループもあるからさ、でっかいさ、もうね、ほんとコンサルに金払うのやめようよ、バカバカしい。マジでバカバカしい。こう結局どうやってお金を作りますかの方法を教えてくれるわけですよね。でそいつは頭を使って考えた結果、金のね、整体院から金を取ることを考えたんだよ。本当に本当だよ。本当自分でさ考える。逆に言うと、あの質問箱でもいいですよ。なんかじゃあこれ見てる人、整体院経営してる人で、別に何でも答えるよ。技以外は何でも教えてあげるよ。逆にね、すごい単純なことだもん。だってもうなんかすげえ精神的な話になってくるかもしれないけど、もう性格変えなさいとか、もうここ変えなさいみたいないう話も出るかもしれないけど、もう聞きたいんだったら何でも教えてあげるよ。金なんか一円もいらないよ、そんなの。それで自分の技術が喜んでもらえる患者さんを自分で見つけられる方法、自分でさらにそこから考えて見つけられるんだって一番いいじゃん。だってただで教えてもらえるんだから。悩んでる人はね、質問した方がいいよ。コメント欄とかに書いちゃえばさ、自分のさ生体の名前とか出ちゃうからさ、あこいつこんなことも分かんねえんだみたいな思われちゃうから、それやめた方がいいけど、あのマシュマロ概要欄に貼ってあるから、そこから投げたらいいですよ。答えられる範囲で何でも答えますよ。出し惜しみしたってしょうがないでしょ。でそこからじゃあ集客たくさんできたって、技術がなきゃそこで終わりだから。技術、工夫、
そしてもう新しいことをそっから自分で何を生み出せるかだから、もう絶対そうなんですよ。だからね、人から教えてもらった知識はもうね2番煎じ3番煎じのもう出遅れなんだよ。そんなもんやってるうちに新しいことをいつも探してるやつにあっという間に持ってかれちゃうから、バカバカしいところに金払っちゃほんとダメだよ。店の首絞めるだけだからね。もうなんかあのいろんなもんが出すぎてるから、そんなさね、月100万売り上げ作ったごときで CM 売ってんじゃねえよお前はって話だよ。バカだから。それ7割だから、7割、もう見たからね、ちゃんと広告7割、たった7割ね、10割じゃねえやつの話なんか聞く価値ないよ。ほんとそんなんですよ。誰だってでもそうなんですよ。ちゃんとアフターケアできてね、こうじゃあそれこそね、動画で今回の股関節引っ込める方法、あれね、どうしてもやっぱりね、はめても僕らがやってもね出やすいとこなんだよね。この外側の筋肉が弱いと出ちゃうんだけど、それをフォローするために自分でできる、もしくは多分まあこれより先公開してると思うけど、歩き方とかそういうのも患者さん用なんだけど、まあそういうさ、アフターフォロー、施術後のアフターフォローで SNS とか動画投稿使うのも超いい手じゃん。真似すりゃいいんだよ、単に自分の患者さんに言ってることを真似すりゃいいんですよ。簡単ですよ。バカバカしい、本当にバカバカしい、動画投稿恥ずかしいと思ってんだったらもうこの業界危ないよ。いたもう自分の顔も名前も出せないんだったら、そんなに自信ないんだったらって思われちゃう。本当どんどん変化してるんで、自分ができること探さないとね。ポンコツの携帯いつまでも使ってる場合じゃないんだよ。8プラスでやってんだからね、この動画全部、編集も全部あれだけですよ。パソコン使うのはあのなんか収益化できるかどうかのそのやり取りだけ、こうやってピコピコピコって、それ以外パソコンも使わないも全部これ。最初使ってたここの三脚もドンキホーテの500円の三脚だもん。今嫁にリングライトを買ってもらってタンプレで、今下にはもうちょっといい三脚つけてますけど、まあ、そんなんでねここまで簡単にできるんだからやんな。ほんとね、俺のツイッターフォローしてる場合じゃないんだよ、自分でやるんだよ、すぐできるから。そんなんもうこういうののやり方分かんなくてももうそれこそ教えてあげるよ。このアプリただなんだから、俺の使ってるアプリ無料アプリでここまでいきんだから、もう十分でしょ。凝った編集なんてね、テレビじゃないんだからいらないんだよ。その中でも死ぬほど頑張って編集の腕を上げようと思って一生懸命やって、まあ結果この程度なんだけどね。まあそれはまあいいんですよ、別に内容さえ伝われば、しっかり伝わればよくて、そういうことなんで、もうねあの動画の作り方分かりませんという人もマシュマロぶん投げて、ね、もうまともな人で近所に住んでない人だったら全部、まあ近所かな、何のアプリ使ってどうやってるのか全部教えてあげる、もう全部教えてあげる、テロップの入れ方も音の入れ方も全部教えてあげる。そんなのもうただでもらったものをただであげるよ、そんなの。そういうことでしょ。そんながめついんだよ世の中は、金取ることしか考えないから。まあ、このマインドちゃんと持って分かってないと、患者さんからも金取ること、じゃあ100万の売り上げ作ること作ることって考えてるやつは100万円作った次の月からどんどん落ちてるからね。望む結果、まあその体調痛い凝ってるそういうの治すっていう、そういう人たちでもそうだけど、望む結果を出してなきゃもちろん潰れるのは当たり前で、金取ることに一生懸命になってるやつはもうそんなの生態院じゃねえから、本当。まあそういうことでですね、あまりにもねそういうのがうざすぎて、もうほんと俺のアメブロにもういいねをつけるのはマジでキモいの、ほんとで、あなたのブログがフォローされました、ためになる俺のインスタなんもないでしょ、だって見てる人います、なんもない、俺のいいねを押す要素がない、コンサルがいいねを押す要素が一個もないようなアメブロにいいねを押してくるの、ほんと気持ち悪いストーカーみたいに、ということですね。怒りがちょっとあまりにも同じ広告ばっか見させられてですね、はい、ちょっとスパークしてしまいましたということです。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。キモ